DeNA ベイスターズ完封負け、痛恨の連敗。横浜が阪神に0対2で敗戦。今季8度目の完封負け。今季の阪神戦は7勝13敗となり、2年ぶりのシーズンの負け越しが決まった。チームは54勝52敗3負けの貯金に。阪神とのゲーム差は11に広がった。今季17度目先発のトレバー・バウアーは8回120球9安打2失点6奪三振の好投も打線の援護がなく4敗目を喫した。敗負け、敗11ゲーム差、土日中2連敗。最後までワクワクできた。外も衰えたな。やはり外は猛虎と下切りだな。ノーパワーだよ。全盛期なら余裕で言ってたな。それも遠い昔の話。今一つ振り切った時のインパクトが足りんかったな。ちょっと期待したやん、オメガ。バウアーかわいそう。バウアー悔しそう。バウアーでも負けさすがにもう優勝は無理だろ。 CS も危ない。まあ牧と外は今日は頑張ったよ。牧と外の状態が良いだけにそのバレーを打つ連中が致命傷になった。大玉2軍から上がってきた当初は合ってたのに。大玉また不調になってんな。どうなってんだ1軍。その神宮でホームラン打っても表情なんか硬かったし、もうメンタルは壊れてる。外すタイミングはいくらでもあったけど、結局佐野と心中したな。今シーズン最後まで使うんだろうね。アンダースタメンで勝てるわけないわな。こうなるべくしてなっただけ。三浦さんだけだよな、こんなスタメン組むの。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。